はいどうもおはようございます、山城と申します。今日はですね2020年6月の7日ということでね、あちこちでねだいぶ制限解除も取れてきましたじゃないですか。ということでね、まあちょっとねこの前ね県内でね名所線とかねあっちの方は出かけましたけど、三宮線とね、せっかくですからじゃあまあ県外にも出ようじゃないかということでですね、久しぶりにちょっと県外に出ようと思います。でね、まあどっち行こうかなってね、思ってるわけですけど、まあ JR からですからどこにだって出れるわけですけど、まあ日帰りでね行かないといけませんと。さあどうしようかなってことなんですけど、せっかくなんでね、こう桑名から養老鉄道にも乗ってみようかなということでね、あれもね県外ですからね、あっちの方とかね、じゃあ行ってみようじゃねえかってことですね。時間は44分、ああ大丈夫やな。こんなで書いてあるんや。で、あ別に行こうかないか、まあ、とりあえず名古屋まで向かってきました。まあ時間に余裕ありますけどね、チャージもできてるんで大丈夫ですね。さあ何やかんやでちょっと JR の方が来てますけどね、どうしてもね車でね止めるってなるとね、この前ねなんか足別の動画でもねちょっと話してましたけど、やはりね車で四日市駅まで来てどうのこうのってなるとね、近鉄の場合は高いんですよね、でしかもそこから名古屋方面に向かうと思うとさらにね運賃も高いってことでね、じゃあまあこっちから行こうかなということですね。この前みたいに河原町を使うっていうのもね一手なんですけど、あちょっと増えた、いや増えてないな、相変わらず観光関連のポスターが河原あれですけど、実はあれなんですよね、こっそりトイカのエリアが亀山まで伸びてたんですね。駅のホームの方までやってきましたけど、今日も、まあ、前回の方が早いですけどね、1時間前回の方が早いかね、5時45分に駅にいたんですから、まあそれと比べるとねゆっくりなスタートではありますけど、とはいえね、日曜日の6時40分ってことで、まあ別に通勤する人もいないんで、まあ空いてますよね。何両編成が来るのかな次、ね、よく地域列車が来ますぐらいにならないしか、こっちホームにはないんですよね。ね、乗数の変、あれはないんで。ちなみに、平日とね、休日やと、だいぶと、結構、朝の時間帯は特に違いますからね。区間快速がね、全部変わりますからね。まあ、区間快速、まあ、中島と、英和と、春田、八田飛ばすぐらいではありますけどね。まあでもね、ちょっと違います。かなって感じですよね、さあで本当はねどうしようかなと思うんですよね、どうかな、こんな感じでいいかな、あまり風対策もねしないといけないんですけど、これ、ね、せっかくマイク買ったのになんとマイクがつながらないっていう ねそういうの調べてから買いよお前っていうね話だったんですけど、いやちょっと裏側の方に回ってきましたけど、今日はね、どうしようかなというのはあったんですけどね、名古屋の方、あっちの方行こうかな、でね、名古屋市交通局、名鉄はね、一日でまだちょっとしんどいですからね、とかっていろいろ考えてたんですけど、まあ、そういや、養老鉄道の方ね、あまり行かないですし、実はちょうどね、6年前にの6月6日ですね、昨日ですね、実は大垣の方に私行ってまして、なんかその時に撮った写真のやつか、Google のやつって、ちょうど何年前に、あなたはここで、こんなことしてましたよ、みたいな案内をバーッと出してくることがあるんですよね。そう。それで、たまたまちょうど6年前の、あなたがいたところって言ってね、養老鉄道の室駅なたりとかね、大垣駅なたりとかがね、ふわーっと出てきて、まあ、あの時は車で行ったんですけど、ああ、そういや、ちょうど6年経ったんか、あれから、とね、いうことでね、
まあそんなこともねあったんで、じゃあまあせっかくやし、じゃあ県外井戸一発目はそっちに行ってみようじゃないかというふうに思ったわけでございますね。まあ、こっちのベンチの方までおればね、まあここまであまり人が来ることはないんですけど、とはいえね、ここで待っとるとね、電車はここまでホーム来ないはずですからね。電車が来るかな。2番線に普通列車名古屋行きが到着します。もう到着するんや。黄色い線までお下がりください。あ、2番線、この列車は4両編成です。来ましたね。よし、あ、スイートしてこっち乗ろうか。おっ、クロスシートの方がこういう風になってると思います。まあ、とりあえずコーナーまでさっと行っちゃいましょう。さあ着きましたよ、桑名駅ということでね。反対側に止まってますね。あれは神山駅かな。で、なんかこっち側もなんか工事やってますね。もう養老鉄道がそんな用数使わんからここで止めちゃって、でその先なんかホーム拡充するんですかね。そんな感じですね。ってことで、あ、止まってますよ。マルーン色の養老鉄道大垣が止まってますね。まあこれ持ってこうってわけなんですけど、でもあれですね、着々と新しい方が出来上がってきてますね。これどうなんでしょうね、新しいところに変わったら停車位置とかも変わってくるのかな。こっちがメインになってくるんですもんね。あ、やっぱ乗車位置もそれ細かく変えてくるんですね。うん、だいぶなんか来るたびにどんどん出来上がってくるんで面白いですね。桑名駅の新駅舎もう言うとる気なんですよね、運用が始まるのも。うん、ね、旧の方もね、古い方もね、ちゃんとエスカレーターありますからね。よいしょ。はい、これね、今三重県のね、桑名市の桑名駅に来てるんですけどね、毎回これ謎なんですけどね、何なんでしょうね。 IC 専用乗り換え改札付きらしいんですけど、いや JR からそのまま近鉄とか乗り換えするときに IC カードを立ってしとくと、これ乗り換えしましたみたいなことができるってことみたいなんですけどね。これどこにどういう需要があるのかよくわからないけど、こっちか、近鉄か JR の場合はこっちの方にってことらしいんですけどね。そもそも右、あの左側通行でもないし、なんかよくわからない構造なんですよね。これやっぱり何なんでしょうね。ね、なんだろう、しかもね、ポスターになってますよ。近鉄のポスターですけどね。まあ別に行こうと思えば JR でもなら行けますけどね。まあ大変ですね。子供、あ、ちなみに、あ、今年の8月末に。供与化し予定なんですね。こっちには生産機もあると。はあ、まあしかし、これは長瀬島の広告だったりとか、まあ、NTN も桑名のでっかい事業所ですからね。さあ、西口も私らしくて IC カードを立っていただきました。あ、そうなんや、知らんかった。まもなく6番乗り場に。はい、そうか、知らんかった。あれなんですね、 JR から直接あそこの乗り換えピットできないんや。近鉄なんか置いてありましたもんね。これで一回外に出やなあかんらしいですね。まあまあ、これめんどくさいですね。よいしょ、ここで立って出て、はい、で、あ、すみません、養老鉄道の一日乗車券買いたいんですけど、はい、あ、窓口で、はい、あ、近鉄の窓口で買える。
あ、すみません、養老鉄道の1日乗車券いただけますか。じゃあ、無事買いましたね。あれですね、近鉄の特急券の丸口が買えるんですね。で、これを出したらいいのかな。あ、すみません、これお願いします。ほうほうほう、手渡ってるかな。あ、はい、ありがとうございます。なるほど、こう書いてもらうわけやね。おお、あ、こっちには出てない、わからんな。こんな感じになっとるんや。いいですね、紙のあれなんですね。なんで、あの、自動改札じゃなくて友人のところでこう見せてね、お願いしますって感じに。近鉄から乗る場合も一回改札には行った方がいいのかな。東側の場合はどうなるんやろうな。これでいいのかなって、分からんけど、まあ入場しました。まあまあ問題ないでしょ、これ持ってますし、以前16改札じゃないですけど。で、今の養老鉄道の方もこんな感じ。運用は3両編成かな。で、まあ、あの、まるで近鉄の専業列車みたいな色ですよね。いわゆるマルーン色なんて言われますけど、四扉車の、これは旧近鉄系のやつですね。あの、一部東武鉄道のね、車両を使ったやつも走ってるらしいですけど、それもまたどっかで乗れたらいいんじゃないかなと思ってます。さあ、感じとしては、まあ、近鉄乗り慣れてるとそこまで珍しい感はないですけどね。3両編成でまんまおかき。あ、おはようございます。あ、よし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 、出発が10分ってなってました。あ、今の時間が7時10分で、13分出発。あ、もうすぐ出るな。はい、ってことでとりあえず押さえておきまして、今回の旅の目的はこれです。はい、ターミナル、はい、もううちのもおなじみになってきました、このターミナルのね。よし、でサイクルトレインやってみますね。真ん中乗るかな、前に乗るかな。せっかくやからね、前の景色も楽しみたいな。近鉄はこういう色だったはずですけどね。よいしょ、ちょっと明かりの加減あれですけど、こんな感じになるね。ここに発行日が入って、利用日を、ああ、自分で記入するあれなんですね。まあ、今回は記入してもらいましたけど。で、改札通りましたよと。で、ご案内ですね。有効期間は利用いただいてます。有効期間は1年間。発行から1年間の声、好きな時に使えるんですね。今日買ったら別に明日使ってもいいと。さらに利用日を記入くださいと。気のないものは向こう、乗車変更の取り扱いできません。払い戻しも始発で半分だけの手数料でできますよと。サイクルとかも利用できるんだ。本件を通じても最高とはできません。まあ、よくある時限定ですね。さあ、もう言うときに出発。